こんばんは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。今日は、いつものようなドライビングの形じゃなくて、ちょっと軽い感じの雑談をしながらドライブしたいと思います。やっと連休が取れたんで、今日は5月2日、来週月曜日まで休みなんで、のんびりと羽を伸ばしながら楽しんでいきたいなと思ってます。いや本当にね、もう3ヶ月ぐらい前から、ちょっとものすごい忙しさで、家に帰ってきたらバタンキューみたいな生活がちょっと続いてたんで、この連休は本当にありがたいです。ただ、連休終わってまた仕事が始まったら、今年いっぱいぐらい忙しさが続くかな。みんなはゴールデンウィークどんな風に過ごしてますか？今日はね、バイクのメンテナンスと車のメンテナンスをちょこちょこっとやってて、で車もちょっと今調子を見ながら夜のドライブを、一人の時間をちょっと満喫したいなと思って、でここからまたタイヤの音とかエンジン音とか大きくなると思うので、おしゃべりはまた後で少ししたいなと思います。
多分1日ぐらいは家族4人で過ごせるかな。でそれ以外は息子も部活だし、奥さんもいろいろ忙しいし、なんだろう、こうやって50歳になって、一人の時間が結構作れるかなっていうのもあって、一人でいても家族でいてもどっちでも楽しんじゃうんですけどね。
バイオラルで代替医療のようなその処方箋のような音が作れたらななんてね。で YouTube に動画上げる時っていうのはエンターテインメント性が強いのが多いんですけど、でも耳かき音なんかは結構コメントでもいい音ですって癒されますって言ってくれる人がすごく多いのでありがたいです。でその耳かき音にしてもそのなんかフェティシズムではなくて代替医療として使う方法シチュエーションっていうのも、まあ、あるんじゃないかなと思って今いろんな人と相談しながら音作りもやってるんですけど、結局そのいろんな意見を取り入れて音を作るにしても出す音っていうのは耳かきだとすると耳かき単音で雨の音をミックスしたりしてもその単音と単音をどういうふうにイコライジングしてミックスしていけば多くの人が癒されるのかななんて考えながら、で本当に指紋声紋が違うようにその人の聴覚っていうのも違うし音の価値観っていうのも違うし、でだから 100% 全てをクリアするっていうのはもう考えないようにしてるんですね。でやっぱりその YouTube で動画をアップするっていうことは本当に不特定多数の人が聞いてるわけで、でそれで趣向性が合えばうまくマッチングして癒しにつながったりとかするけど、合わなければそうならないわけだからそれはそれでいいんじゃないっていう気持ちで今は取り組んでますね。でそういうふうに考えていかないと音作れなくなっちゃうしね。音の仕事もそうだし、その心理学的なお仕事もそうだし、でそれ以外にも電気関係、エレクトロニクス関係の仕事をしているので、ちょっと多種多様に、まあ、やりすぎちゃってるんですけど、で、まあ、YouTube も確かに仕事の一部ですね。ただ、YouTube に関してはもう仕事、一応仕事ではあるんだけどやっぱり趣味性が強いかな。何かそのたくさん再生回数を増やすアイデアとか、そういうものを追求するっていうのはほとんどなくて、自分が今現状できる音出しっていうのも音作りっていうのもギリギリまで突き詰めていくような感じで考えてるんで、なんかね突拍子もないエンターテインメントみたいなこともやってますけどそれはいつもねどこでもダンスしてるわけでもなくて、ちゃんと普通のおじさんにもなれますしだけどなんだろう、本音、そう本音を言えばエンターテインメントでその表現をしていくっていうことはめちゃくちゃ大好きで、仕事中にもたまに踊っちゃったりする時もあるし、で くしゃみ出た。何でも楽しんでいきたいっていうかね。あ、もう一回くしゃみ。風邪ではないです。花粉症でもないです。まあでもたまにはね、くしゃみ鼻水出る時もあるんで。
カットしようかな、ここ。で、なんか一人でこうやって喋りながら動画を撮る。で、これを配信するっていうのもなんか YouTube ならではで。YouTube で動画をアップするようになるまでは、まあこんなことはしなかったよな。あ、だけど一人でなんだろう、あのラジオの DJ みたいなことをこう一人で喋りながら車運転してる時もあったな、そういえば。この辺りは相鉄線の上星川の近くで、これは中学生ぐらいの頃よく遊びに来てたところです。わ、なんだろうこれ、橋渡ってどこ行っちゃうんだろうこれ。この道は通ったことがないな。おっと、あ、まんま駅前に出んのねこれ。うわー、ちっちゃいロータリーだなー。これ上星川の駅前ですね。相鉄ローゼン、はい、上星川の駅前に、なんとなく来ちゃいました。脱出します。さあどっち行こう。この辺のその街並みがだって中学生時代に遊び来て、あと二十歳ぐらいの時に遊びに来て、あんまり通ってないんですよね。だから何十年ぶりぐらいなんだろうな。駅も全然雰囲気変わっちゃって、今日ね昼間もバイクで走ってたんですよ。本当にうちの奥さんにも、よくそれだけあちこちあちこち走れるねなんてね、まあいい網とも取れるし、感心してんのかなとも取れるし、まあ亭主元気で留守がいいでしょうね。でバイクでね、相川の方、山の方にね、インスタグラムとかフェイスブックに写真はアップしてるんですけど、相川の方に行ったんですよ。そしたら結構バイカーの人たちが来てて、ビュン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 大型バイクに抜かれながら、原チャリでのんびりとこう風を感じながら走ってましたね。とにかく原チャリでゆっくり走ってると燃費がいいからさ、なんていうのかな、500円玉持って1日ブラーっとこう半日ブラーっとあちこち走り回ってても、500円ワンコインで遊べちゃうっていうのが原付バイクの醍醐味。せこい醍醐味だね。でもね、それが楽しかったりするんだよね。ね、大きいバイク、昔は大きいバイクも乗ってたんだけど、同じね二輪なのに、原チャリだけはねやっぱりね制限速度が30キロっていうのもまああるけれども、
なんていうのかな、やっぱちょっと異色な感じはするんだよね、同じ二輪でも。だけど今はね、本当にゲンチャリが大好きで、もしゲンチャリがなかったら本当に寂しいなって思うぐらいゲンチャリ好きなんですよ。でよくね、会社の仲間なんかにも、その十何年乗ってるようには見えないよっていうぐらいピカピカにしてて、だけどね、ショックだったんですよ。この間ね、そのトゥデイのシートの右側のカウルがひび入ってたんですね。で、転倒もしてないし、どこにもぶつけてないのにひびが入ってたんですよ。っていうことは、いたずらされたか、だと思うんだよね。ただね、その傷を見た時に、なんだろう、不思議なことにそんなに怒りはなかったんだよね。あ、傷があるぐらいで終わっちゃって、あれ、俺不感症にでもなっちゃったのかなみたいな。ただ傷つく時は傷つくし、割れる時は割れるし、ね、そんなに全部バカって割れたわけでもないし、そんなに目立たないんで、まあいいかなと思って、またそのまんまライディングに出かけちゃったんですけど、なんだろう、でも改めて思うとやっぱり嫌だな。アマゾンとかでね、トゥデイのボディとか売ってるんだよね。でもどうしようかな。次にね、ホンダのタクト買いたいんですよ。で、そのバイク屋さんでタイヤ交換をお願いした時に台車を借りたんですよ。で、それがホンダタクトだったのね。で、乗ってみてもうえらいびっくりしちゃって、あれ、昔のバイクと全然違うじゃんつって店長さんに言ったんだけどさ、そうでしょなんつって。で、トゥデイはフォーサイクル で空冷のエンジンなのね。空冷っていうのはファンを回してエンジンを冷やす、無理やり強制空冷っていって、風でエンジンを冷やしながら走るんだけど、今回その台車で借りたタクトは水冷エンジンなんですよね。だからラジエーターがついてて、うわー贅沢なんてね。で、まあ水冷の何がいいのっていうと、やっぱりそのエンジンの冷やし方が違うし、オーバーヒートしにくいし、まあ、他にもいろんな要因があるんだけど、あんましね、細かい話をしてもあれなんで、で、ホンダダンクと、ダンク乗ってる人とかも、もしこれ聞いてたらね、エンジンいいよね、すごくね。ああ、でもあれかな、そのトゥデイとか乗ったことない人だったら、それがスタンダードだと思っちゃうかな。で、乗り比べてびっくりしちゃって、で、トゥデイ、まあ自分なりにやっぱいろいろ調整してきたんで、まあ遅いなりにもトゥデイも調子はそんなに悪い方ではないんですけど、何普通にタクト乗ったら全然トゥデイよりもう馬力もあるし、あ、すごくいいバイクだなっつって。で、新車で買っても多分そう支払い額が20万いかないんじゃないかなっていうぐらいの、お買い得なバイクでさ。で、もしそれを買ったら、まあ、少なくても今50歳だから65までは普通に乗りたいななんて考えてんのね。で、その時もまたそのバイクライディングの動画も撮りたいなと思ってんだけどね。で、最近はちょっとバイクライディングの動画を
撮らないんですけど、カメラがね、そのバイクライディング用に撮ってたカメラが今ちょっと部屋の中でなくしてしまって、いやどっかで落としたっていうことはないと思うんだけど、なくしてしまったんですよ、だからちょっとそういうバイク動画は今控えてます。でまたいつかね撮りたいんですよね。でやっぱその日本の人でも海外の人でも、ドライブレコーダーをこう YouTube にアップしてる人、ドライブレコーダーで作った動画をアップしてる人って結構いるんですけど、俺も昔からねそういうの憧れてたんですよね。だから今この年になってても、だもっとね10代の頃からそういうの本当憧れてたし、結構憧れてた人多いんじゃないかなって思うんだけど、男の子だったら。で今そういうものがね叶えられる時代っていうか、もうドラレコなんて当たり前みたいな時代になってるしね、だから今の技術の進歩っていうのを当たり前のように扱ってしまうと、その昔得てきたものが不便って感じちゃう。だけどその昔はその昔なりにそんなに不便とは思ってなかったはずなんだよね。ただあまりにもものすごい短期間で便利なものがたくさん開発されて、こう人の暮らしが楽になってきた。でその分人っていうのはどうするかっていうと、遊ぶか考え事が多くなったりか、ね、買い物になっちゃったりとか、だからなんていうのかな、その得てばかり、だから与えることよりももらうことの方が、もらおうとする割合の方が大きくなっちゃってるのかななんて最近思っちゃって、だからいつもその便利なものを使ってる時っていうのもやっぱり初心忘れるべからずで、車に乗ったりバイクに乗ったりした後ってやっぱりどっか運動不足になるわけじゃない、でその後ねまたチャリンコ乗ったり、また走ってんのかって言われちゃいそうだけど、でその後は軽くランニングしたり、あとスクワットしたりとか、文明の利器で体が弱っていくとか怠けていくっていうのが俺の中ではすごく嫌で、いくつになってもやっぱり人間というのは動物である以上、やっぱり体をたくさん動かした方が健康なんだよね。動かしすぎも良くないけど、まあ、それはもう個々のね、そのいろんな年代もあるし性別もあるんで、それなりのバランスの取れた体の動かし方をしていれば健康は維持できるかななんてね考えたりとか、こうやってあえて口に出してみると頭の中でごちゃ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 いろんなことを考えてんだなって思う ね。なんかいつもと違ってすごい声も高いしテンションも上がってるかな、いや本当に忙しかったからゴールデンウィークこんなにねありがたいなと思ったのもやっぱり久しぶりかな。なんていうのかな、本当にその考える暇もないぐらい忙しい時っていうのはあんまりネガティブにならないね。耳かきと雑談でもその考え事っていうのはその過去か未来のことを考えながら、で未来のことを考えてるけれどもそれはやっぱり過去に考えたことだから
でその記憶をこう自分の中の記憶を吟味しながら今の物事っていうのを捉えてるっていうような、そこまで細かくは話さなかったんだけどそんなような話をして、あ、ワイパーつけちゃった、そんなような話をしたんだけどね、今この瞬間っていうのは本当に考えることではなくて、本当にそこを感じるだけなんだけどさ、だけど、まあ、例えば猫を見たら、ああ猫だって思うのはやっぱり過去に猫のことを知ってるから、ああ猫だって思うんだよね。だから生まれて初めて猫を見た人は、まあ、ただびっくりするだけだろうね、なんだみたいな感じで。で、だからそれがまあ動物だって捉えることができる人は、ああ何の動物だろうって思うだろうけど、でもそれが動物だかどうかも分からない人っていうのは本当にただびっくりするだけだよね。そのびっくりする感じっていうのが、実はその集中力が超深まった感じの、そのびっくりする前、あややこしい、びっくりする前の状態、だから何も考えることがない、だから赤子がおぎゃっと生まれる前の精神っていうのがちゃんと残ってて、でその瞬間っていうのが最高の集中力で、そこには悩みも迷いもない。でも悩みも迷いもないっていうことは喜びもないんですよ、だから例えばその楽しいことだけ考えようって言って本当にできる人がいたら、俺は教えてもらいたいな、その本当に本当にできるんだったら会ってみたいな、会って本当にそうだったらすごいなと思うし、だけど楽しいことだけ考えるなんて、ちょっとアンバランスな気がするんだよね。要は楽しさっていうのも一人一人違う価値観だし、で楽しいことを考えてるのに連想していったら実は悲しかったとか、またその逆もしかりで、だから何かに固執とらわれたりすることをできるだけ避けていくって言ったら変だけど、包み込んでいくっていうのが刹那主義、今この瞬間を感じるっていう、その言葉の中に集約された現象なのかななんてね、考えたりとかしてるんだよね。でそれを分かった上で普通に社会を生きる。でそうすると結構いろんなことがね、例えば口喧嘩があったりなんだりしても、まあ冷静に対処できる。で冷静に対処するメリットっていうのは、記憶の中にそれが障壁、例えばその嫌な記憶として残りにくくなる、でものすごく嫌な記憶っていうのは、で思い出したくない時でも自然に思い出したりしちゃうじゃない。でそれを何回も何回も自分の中でリフレインして、だからその過去にあった嫌なことっていうのを今まるで今起きたことのように思い出してしまう。それが繰り返す、それをものすごく繰り返せば、その思考習慣っていうのは怒りの習慣になっちゃうだろうし、それってなんか寂しいよね。でじゃあ楽しいことを考えればいいじゃんって言うけど、楽しいことだけを考えて、で楽しいことしか考えられなくなっちゃったら、じゃあもしね、誰か自分の友人が怪我した、それでもね、あそれは現象に過ぎないし楽しいんです、それじゃあ人となんか付き合えなくなっちゃうよね。それこそ人間関係ごちゃごちゃになっちゃうよね。だからバランスが大事かなって思うんだよね。でこれもなんか何の話なんだろう、ドライブしながら。
ちょっとね、もう声が枯れそうなんで、少し静かにドライブしてみようかなって思います。で、もしかしたらまた後で少し喋るかもしれないけど、喋らないかもしれないけど、今日も来てくれて本当にありがとうございます。あとゆっくりドライブの動画をお楽しみください。Yes, you are good. Yes, I am good. Yes, we are good.
Thank you.